日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。うちの道具を見ていってください。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？でいらっしゃいますね。弓をお持ちですか？駒田の浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。助かった。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを、何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。あれから行くんじゃ。何百もの日も一斉に空を飛んで、昼間みたいに明るくなった。火を遠くに投げる兵器を奴らが持ってるって噂は本当だったんだ。だからあんなに早くいくつもの村を落とせたわけだね。それだけじゃないよ。イカズチみたいな道具も持ってる。すごい音がして馬に逃げられた。あんなものにどうやって立ち向かえばいいのさ。例えば水をかけるとか。冗談はやめて。地頭様の甥御がいらっしゃるんだ。きっと何とかしてくれる。お侍が守るんじゃなかったの？足立様が村を守ってくださっていました。これからどうすればいいのでしょう？お侍、まさか。聞いた？金国と高麗を下した奴ら。違うよ、もののけだ。ありえない。ありえるよ、海から来たんだもの。じゃあ秋人や海賊は？秋人や海賊はお侍を殺せて火を吹く武具を扱えるならもののけだろうね。森は安全だって聞いたけど。Thank you.
漁師になっていて、猛虎が来る前に船で逃げられたのだよ。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけて。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。捕まったら自害した方がいい。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ、わからんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。動くな。石川先生。世界の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。
その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。猛虎、殺す。いざ勝負。アムカ。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるな。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいは。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。
早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。集中せんか。今のは肩慣らし。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。まずだ。さらに遠くの的ではどうかの。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。